じゃあ次の授業に入りたいと思いますが、皆さん疲れてないですか？ねえ、ヘビーな話を何回も何回も聞かなくちゃいけないのは大変ですけど。さて、じゃあ、今度はですね、題は失われた機会と生かされた機会という題でお話をしようというふうに思いますね。マルコによる福音書の第6章の41節と42節を読みたいと思います。あ、ごめんなさい、マルコによる福音書の6章3節を最初読んで、そして後で41と42ですね。じゃあ6章の3節を読みます。この人は大工ではありませんか？マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか？こうして彼らはイエスにつまずいた。もう一つは41節ですね。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹したということですね。この箇所から考えてみたいんですが、我々の人生ね、一回きりです。そしてこの人生の中で何をし何をしないかというようなことが毎日毎日問われていますよね。そしていつか私たちはこの人生を終えます。そして我々は何かをし、また何かをしなかったわけです。あるいはできたかもしれないけどしなかったということもあるでしょうですね。あるいはすべきではなかったけどやったということもあるかもしれないですね。まあ、そういうような日々の選択をしながら我々の人生は進んでいくわけですよね。そうした中で、人生には必ずですね、失われた機会とそして生かされた機会というものがあるだろうと思います。ですからおそらく僕たちがですね、地上の人生を終えて天国に行きましたときに一番皆さん後悔するのは何かというと、やっぱり失われた機会でしょうね。いや、あんな機会があったのにと思います。なぜやらなかったのかというような後悔をすることがあるだろうというふうに思いますね。マタイによる福音書の25章に天国での報酬の場面が描かれておりますが、そこでイエスはある人たちに向かって言われたとあります。あなたたちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませてくれなかったと、非常に残念なことをイエス様はおっしゃいますと、彼らはみんな言いました。主よ、いつそんなことがありましたか？ああ、知りませんでした。あれがイエス様だと分かっていたならば、私は喜んでお仕えしたのに、というように後悔している場面がありますね。で、まあ、私たちも同じように、天国に行きまして、自分が失った多くの機会について後悔することがあるかもしれません。あの時には、自分には時間があった、能力もあった、貴重な、あれは出会いだった。試練もあったけれども、あれはあれでかけがえのない体験だったのに、もしそれらを感謝してあの時受け止めていたならば、自分の人生はもっと別のものになっていたかもしれないのに、もっとあのようにも、このようにも私は生きることができたかもしれないのに、というふうに、後悔するということが、あるいは人生に、あるかもしれませんね。で、この今読みましたところにもですね、機会を失った人たちが出てまいります。イエスの故郷のナザレの人々です。彼らは考えてみると大変な特権を持っていました。言い換えればですね、神の子であるイエス・キリスト、そしてこの2000年にわたって全人類にこれほどの影響を与えておいでになる方、その方の成長をですね、その幼い時から
ナザレの人々は身近に見ることができたんですよね。それなのに彼らはイエス様がどれほど偉大な方であることに全く気がつきませんでした。そして言いました。この人は大工ではないかと軽んじたとありますね。まあそういう意味では、残念と言いましょうか。ね、非常に、大切なもの、かけがえのないものをですね、この見出すことができなくて、まあ、僕たちもあるいは後悔することがあるかもしれないなというふうに思います。それに比べて皆さんシェバの女王ってご存知ですよね。この人はソロモンという人を王様を一目見るために多くの日数と費用をかけて長い旅をしてやってきました。どうしてもこの人を見たいと思ったんですね。で、そうしてこのソロモンと面会したときにシェバの女王はこう言ったとあります。驚いたことに私にはその半分も知らされてはいなかった。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりもはるかに勝っていますと言って驚嘆したということが書かれています。まあこういうふうにですね、自分に与えられたチャンスを見事に生かしてソロモンの偉大さをですね見届けた人もいれば、残念だけれどもイエス様の時代にイエスの故郷の人たちはソロモンよりもはるかに優れ、また勝っていたイエス様を見たのにもかかわらず何の注意も払わなかった。むしろ彼を軽んじてしまったというふうに言われています。そこでイエス様は言われたわけです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりにも勝ったものがいるのですということですね。皆さん、イエス様が我々の身近にいてくださるということはこれ大変なる特権です。でもいかがでしょうか。ここにイエス様がおいでになるのに助けを求めてあっちに行ったりこっちに行ったりしてないでしょうかですね。本当に我々はイエスが身近におられることをですね、この体験しているだろうかと思いますね。その方がいつも私たちが心の戸を開いて、そして入ってきたいと願っておいでになるのにかかわらず、私たちがイエス様の方向に心を向けない、目を向けないということはありはしないかということですね。私たちはもっともっとたくさんの素晴らしい機会があったのに、それを失っていないだろうか。まあ、それが今日の問いかけですね。で、どうしてこの故郷の人々はイエス様を軽んじたのかと言いますと、非常に単純にイエスがあまりにも身近な存在だったからです。大体我々が軽んじるものはですね、あまりにも身近にある。いつでも手に入る。いつでも会うことができる。いつでも見ることができる。こういうような私たちの身近にあるものです。だからこそそれはそんなに大事だということに気がつかないということがあると思いますね。ですから皆さんに申し上げたいことはですね、人生で大きな機会があります。この機会は皆さんが決して失ってはならないものです。でもそういう驚くべき大きな機会というのは皆さん遠くにはありません。本当に近くにあります。だから気がつかない。しばしば私たちはですね、大きなチャンスを求めて、ああいうチャンスが来るといいなと思います。こういうチャンスが来るといいなと思いますね。非常に遠くにもう目をやるわけですね。で、ところが神様が私たちに与えた最大の機会というのは遠くではありません。ごく身近にですね、私たちのそばに置いていてくださるというふうに思いますね。このナザレの人々がイエス様に気がつかなかったのはあまりにもですね、イエス様が身近においでになって、それで気がつかなかったんだというふうに思います。その結果彼らはイエス様から学び、直接の感化をですねイエス様から受けるという機会を
失ってしまいました。ですからどうぞ皆さんですね、私たちは何かを蔑むとき立ち止まって考えるべきです。本当に蔑むべきものなのかどうか、ひょっとしたらすれば失ってはならない貴重な機会なのかもしれないと思います。で、僕はですね、先日言いましたよね、この小さな町に宣教師が伝道を始めて、そして1年だけ僕はお手伝いのつもりで来て、その宣教師はもうアメリカに帰るからこれをあなたやってくださいというふうに言われた。その時に僕は正直言って軽んじたんですね。こんな小さな町に残りたくないと。今ね、ここに残ったら多分ね、一生ここにいるかもしれないと思うと、それが怖くて逃げたかったですね。でも振り返るとですね、これは僕にとっては非常に大きな機会だったんですよ。あの時は見えなかったですね。で、本当に、この間違ってそれを捨ててしまうところであった。そういうものって皆さん人生にたくさんありますよ。で、星の王子様って知ってますよね。読んだことありますよね。で、彼は自分で育てたバラがあったじゃないですか。一生懸命育てていたら文句ばっかり言いますね。嫌になりました。それでですね、そのバラを置いて、その星を出ていきました。そして地球へやってきたら、なんとその地球にはそのバラがいっぱいあるじゃありませんか。で、思いました。あのバラの休めたった一つしかないっていうんで、随分茨城で腐っていたけれども、なんてバラなんてこんなにたくさんあるじゃないかと思ったんですね。するとそこでキツネと出会いますね。そうするとキツネが言うんですよ。でもね、と星の王子様に言います。よくそのバラを見てごらんって言ったんです。あんたの花がよく見ると、あんたの花が世の中に一つしかないってことがわかるよって言ったんですよ。で、星の王子様は、なーに、バラなんてこんなにたくさんあるじゃないかと思っていたのに、キツネにそう言われてじーっと見ました。すると確かに自分が育てたバラとは違うということが分かってきたんですね。それはまず自分で水を注いで育てたバラではありません。苦労して育てたバラでもありません。そうやってですね、自分のバラとは違うことに気がついた星の王子様は、急に自分が残してきた一本のバラがとてもかけがえのないバラであることに気がついて、急いで自分の星に帰っていくという物語ですね。その時キツネは言いました。一つの秘密をお土産にあげましょう。その秘密というのはね、心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよと言ったんですね。まあ言い換えれば、私たちの失った機会たくさんあるかもしれない。その時はよく見えなかったんですよ。心で見なければ本当にわからないことってたくさんあります。私たちはですね、外側だけで、あ、こんなのつまらないって言うかもしれません。どうして自分がこんなことをやらなくちゃいけないのって言うかもしれません。 でも、ね、やりなさいって言われたそのことが自分にとってはかけがえのないことであることだってたくさん人生にはあるんですね。まあ、そういう意味で私たちにはね、必ずですね、失われた機会っていうのがあります。そしてまた生かされた機会っていうのがあります。これから皆さんそういうものをたくさん持つかもしれません。ですからそういう意味で我々はですね、自分の人生の中で、ね、本当に私たちは気がつかないで、注意を十分払わないで失ってしまう機会というものがあって、天国へ行った時に、ああ、あれをもっとやっておけばよかったなと思うことがあるんじゃないかということですね。僕は随分いろんな人の話ばっかりしますけど大丈夫？菅敦子っていう作家知ってる人いますか？誰か知ってる人、菅敦子っていう人の本読んだことないですか？まあ有名な作家ですけどね、まあ、クリスチャンの作家です。で、この人はね、あるエッセイで
一人の友人のことを書いていましたね。その友人とは日本のカトリック教会で働いていたフランス人の修道女だったんですね。名指しさえ近くなって、その修道女はですね、30年も日本で働いてたんですけども、最後はフランスに戻って自分の国で、そして自分の国の人たちに奉仕したいって言って帰っていたそうですね。で、数年後、菅さんはお友達でしたから、フランスに、その女性に、友人に会いに行きましたね。で、会いに行くとですね、3年ぶりに会ったんですけども、その友人は、もう昔とちょっとも変わらない、3年前と少しも変わらない、生き生きと、そこではフランスのですね、この人たち、まあ、そこに彼の下で20人ぐらいの修道女たちがいて、そのお世話を一生懸命やっていましたですね。まあ、そのフランスの修道女、菅さんの友人は、この菅さんが久しぶりに訪ねてきたので行ったんですって。で、私はフランスに兄夫婦たちがいて、そして、孫もいて、私を時々訪ねてくれるんだけれども、誰よりも身内みたいな気がするのはあなたよというふうに菅敦子さんに言ったそうですね。菅さんはとても嬉しくなりました。そうして、彼女との信仰を温めて日本に帰っていったとあります。で、まもなく彼女から長い手紙が届きました。あ、返事をしなければと思い続けながら忙しさにかまけてなかなか返事が書けないでいた。そんな時に突然彼女が亡くなったという訃報が届いたんですね。で、彼女はバスの中で倒れて病院に運ばれるとそのまま息を引き取ったというふうに聞きました。菅さんは驚きました。あの時あんなに元気だったのにと思いましたね。そしてその時の気持ちを彼女はこう書いています、ね、彼女は長い手紙をもらったのに返事をしなかったことをとても後悔したんですよ。で、こう言っています。自分の怠慢で彼女にしてあげられたかもしれない最後の喜びを一つ私損ねてしまった。そう思うと何とも悔しかった。私はいつかもう一度彼女の町を訪ねたい。あの起伏の多い丘のぶどう畑の道を今度は彼女のことだけを考えながら歩きたいと思うというふうに悔やんでいますね。ですからあの時長い手紙をもらって返事しとけばよかったなと。そうしたらその返事をもらった時彼女はどんなにその手紙を喜んでくれただろう。それを私損ねてしまった。天国へ行ったら謝らなくちゃ、こういうふうに思ったってことを書いてあったんですね。まあ、人生にはますね、あの時やっておけばよかったなと思うことってたくさんありますよ。で、僕にもそういう後悔があります。で、何度も話しましたように、この教会を始めた方はチャック・ニコラスという宣教師ですね。で、その方の奥さんはペギーさんと言いましたね。で、チャック・ニコラスさんはですね、まあ、この日本を去ってアメリカの教会、アメリカに帰ってアメリカの教会を長く牧会しておりましたけれども、50歳の時にね、もうパーキンソン病になりましたね。そしてだん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 体が不自由になって、そして、70歳ぐらいでですね、亡くなりましたね。で、まあ、パーキンソン病との戦いをしておられる時は、僕はよくね、お見舞いの手紙を書きました。で、そしてまた僕が書いて、もし宣教師が返事を書けないときには奥さんのペギーさんが返事を書いてくれたので、このペギーさんと僕はずいぶん長い間手紙のやり取りをしていたんですね。で、このペギーさんって方は宣教師の奥さんでありましたけれども、文学がとても好きでね。で、僕も大体本を読むのが好きなので、信仰の話だけでなくて、いろんな本の話をですね、手紙でやり取りしました。そして、ペギーさんは英語がとても、もちろんアメリカ人ですから、英語がただ得意っていうのはね、文章を書くのがとても上手な人でしたから。で、僕が時々英語でどこかで話さなければならないときには、いつも原稿を E メールで送るんですよ、彼女に。そうするとみんなきちんとした英語の文章に書いてくれる。ずいぶん助けられましたね。ある時は僕は英語でね、
結婚式の詩式をさせられたことがあったんですよ。その時にも彼女が全部僕の原稿をね修正してくれたりして随分助けられたんですね。でそのうちにご主人が亡くなりましたね。でそれでペギーさんは一人になりました。でその後も僕はペギーさんに手紙を書いていたんですけれども、ペギーさんはご主人が亡くなるとやがてね少し何て言いましょうか、認知症になっていったんだというふうに思いますね。娘さんから突然手紙が来ました。そして英二さんって、あなたはね私の父が生きている時にはいつも手紙を書いてくれて私の母と手紙のやり取りをしていたでしょ。あそうですよって、そうしたら最近ね母が英二から全然手紙が来ないって言ってるんだけど本当に手紙書いてないんですかって聞かれたんですよ。で僕はそこそこ書いてたんだけれど、しかし多分認知症が始まっていたんだね。だからペギーさんはチャックが死んだら、ね、自分の夫が死んだら、エイジは全然手紙を書かないといつもこぼしてたっていうのね。でやがって、このペギーさんも亡くなりました。で僕はその本当に手紙書いてないのっていうのを娘さんから手紙をもらった時にとてもね申し訳なく思った。そしてやがてペギーさんが亡くなったことを思った時にね、なんでもっとね頻繁に手紙を書いてやらなかったんだろうと思ったんですよね。特にご主人が亡くなった後は慰めが必要だったはずだから、いつもよりもっと手紙を書いてあげていたらペギーさんにそんな言葉を言わせなくて済んだのに。つまりチャックが死んだらエイジは全然手紙を書いてこないなんていう言葉を言わせたったことを僕はとても後悔しましたね。ですから天国へ行ったらペギーさんに謝ろうと思ってますですね。もっともっと慰めの手紙を書いてあげるべきでしたねというふうに謝りたい。こういうようなことってですね我々にはたくさんありますね。ですから皆さんですね、自分の人生の中で必ずねああしとけばよかったなと思うことがある。そうしてですね、皆さんが天国に行って極めて後悔するのはね大きなことじゃないんですよ。大抵は簡単にできたこと、そのことが後になってとても大きな意味を持つということがあります、ね、え本当にナザレの人々は毎日毎日見ていたイエス様のこと、このイエス様に注意を払わなかったんです。これは大変な大きな間違いであったことを多分天国に行って彼らは気がつくだろうというふうに思いますね。こんな大きなチャンスを持っていたのに。したがって皆さんですね、我々がどうしてあることをね機会を失うか、それはあまりにも身近なところにあるからです。その結果軽んじてしまいます。でも皆さんですね、皆さんが最もですねこの何て言いましょうか、よくまあ後悔するであろう、一番まあ何て言いましょうか、注意を払わないで、その結果多くの人々が失っているものがあるんですけど、何だと思いますか？非常に身近にあって多くの人々が失っているもの、そしておそらく後悔するかもしれないもの、これはですね今日という日です。で、そして今自分が置かれている場所です。この2つはね非常にかけがえのないものなんですよ。皆さんにとって今非常に大切なもの、一番大切なのは今日です。そして今置かれている場所です。そして我々はしばしばこれを軽んじてしまいますね。で、というのは皆さんが持っているものはそれしかないの。わかりますか？皆さんが持っているものは。明日はまだ持ってないんですよ。昨日はいくら後悔してもそれはもう手を離れてしまったものなんですよ。皆さんが持っているものは今日と、そして置かれている今の場所しかないですね。で、昨日はもう過ぎ去って自分の手元にない、明日はまだ自分のものには来ていない、来るかどうかの保証もないんですですね。自分の手元にあるのは今日、そしてまた自分の置かれた
この場所です。これを生かすことが神様の願いだと思いますよね。それなのにいかがですか？今日を捨て、今日を軽んじて、一体自分に何があるというんでしょうか。多くの人が自分が本当になすべきことはここにないっていう人がいます。どこか別のところなんだと考えている人もいます。私もそうだったです。そしていつも遠くを夢見ていました。しかしながらですね、本当に大切なものはこんな身近なところにあったんだなと後で後悔して思うんですね。ですから皆さんに与えられた機会を失わない最上の道は今日を生かすことです。ですね。そして今置かれた場所に感謝することだと思います。だからね、渡辺和子さんは有名な本を書きました。置かれたところで咲きなさいと言われていますけれども、まあ、これが一つ、ね、機会を失わない道ですね。はい。もうすでに結論を言ったようですけれどもですね、人はいかにして自分の場所、自分のなすべきことを見つけることができるかということについて、牛村勘蔵という人は、転職発見の道という文章を書きました。文庫体ですから、それを交互にまあ訳して読んでみますと、あなたの転職は、転職ってあなたのなすべきことはと言ったらいいですね。あなたの転職は、天からの声によってあなたに示されるのではありません。あるいは考えたり、あるいは祈ったりしても、それを発見することはできません。あなたの転職は、あなたが今日従事している仕事を通してあなたに示されるのです、と彼は言いました。だからあなたは全力を注いで、あなたが今日従事している仕事に当たりなさい。そうすれば、遠からずして、自分の転職にあなたは到達することができるでしょう、と言いました。ですから皆さんね、本当になすべきことは今手元にある、その仕事に全力を尽くされることだと思います。さて、じゃあですね、もう一つ、次に5000人のパンの奇跡から生かされた機会について考えてみたいというふうに思いますね。イエスは機会を生かす道をよくご存知でありました。大勢の群衆がイエスの話を聞くために集まっていましたが、時刻がかなり遅くなったとあります。イエスは彼らを空腹のまま去らせたくないと思い、弟子たちに言われました。あなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし彼らは思いました。どこでどうやってこんな大勢のためにパンを買うことができるのか。そんなことできるわけないじゃないかと思ったんですね。するとイエスは言われました。パンはどれぐらいありますか？彼らは答えました。5つです。それと魚が2匹です。で、別の福音書では、こんなに大勢の人々では、そんなものが何になりましょうと弟子たちが言ったとありますが、でもイエス様はここで、そのものを使って5000人の人々を養われたとあります。で、ここにですね、機会を生かす道が示されています。第一はですね、機会を生かすのは、やってみようと思う心です。ですね、ここに5000人の人々がそれを見てですね、弟子たちはまあみんな帰ればいいと思ったんです。それぞれ自分の家に帰ればいい。ところにイエス様はですね、この人たちを空腹のまま帰らせたくないと思いました。でもそんなこと不可能だと思ったですね。でもイエスはですね、やってみようとされたことです。これすごく大切ですね。普通私たちは無駄だと思いますけども、イエス様はやってみる方でした。だから今何がありますかって聞いた。非常にわずかです。弟子たちはそれを見て、これが何になりましょうと言いました。しかしなおイエス様の心にはやってみたいという気持ちがあった。これが機会を生かす道ですね。ですから世の中にはですね、やったって無駄っていう人と、やってみようという人に二種類に分かれます。皆さんどちらですか？ですね。やったって無駄だという方ですか？それとも、いや、やってみよう。どうなるか分からないけど、とりあえずやってみよう。こういう人は大きなチャンスを、機会をものにすることができるかもしれませんね。で、ペテロに対してイエス様はですね、
彼は一日中、一晩中漁をしたとありますよ。専門の漁師ですね、ペテロは。ところが一匹も取れなかった。でその時にイエス様は何て言いましたか？で、網をもう一度下ろしてごらんって言ったんですよ。ペテロは答えました。私たちは一日中、一晩中やりましたが、一匹も取れませんでした。でもその後ペテロは言いました。でも、お言葉ですから、やってみましょう。とこう言ったんです。そうしたら、もう大変な量で、もう船が沈みそうなほどに魚が取れたと書いてありますよね。イエス様の素晴らしい一つの特徴は、この方はね、やってみる方。神様もやってみる方。これすごいなと思います。諦めない方ですね。私たちもぜひですね、このイエス様に学びたいなというふうに思いますね。まあそういう意味で私たちですね、このさまざまな機会の中で、このやってみるということをですね、この練習できたらいいなというふうに思います。それからもう一つはやってみるという一つの気持ちと同時にですね、機会を生かす第二のことは、これはないものによってではなくて、今自分の持っているものでやるということです。やってみようと思ったならですね、ね、あれがないからこれがないからというふうに言わないで、いや、今手元にあるわずかなものでやってみよう。これがイエス様の方法でしたね。何がありますか？と言いました。で、5つのパンと2匹の魚という、じゃあそれでやってみましょう。あるものでやってみましょう。これがイエス様の方法ですね。だからパウロも言いましたよ。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてやりましょう。これは献金についてパウロが言った言葉ですよね。ですから、わずかでも構わない。あなたの今持っているもので、捧げてごらんなさい。神様はそれを何倍にもして、人に祝福を与えてくださるでしょう。で、私なんかダメです。自分にはそんな力はありません。という時があります。でも、あなたの持っているそれでやってごらんなさい。というのは、いつもイエス様の招きですね。で、それによって私たちが想像もしたことのないようなことをイエス様はしてくださるというふうに思いますね。ですからそういう意味で私たちに与えられた機会はわずかであるかもしれません。でもそれによって私たちは大変な驚くべきことをすることができます。皆さんは覚えていらっしゃるかどうか分かりませんがですね、僕の心に非常に大きな感動を与えたこと、いやこれは僕だけではない、あの時日本中の人が感動を覚えた出来事でした。それはね、非常に悲惨な事故の中で生まれました。あの日、なんて言いましょうか、日航機がね、墜落して、まあ500人の人たちの命が失われた。今からもう36、7年前のことですよね。皆さんいない時ですね、皆さん若いから。でも聞いたことあるでしょう、日航機の大きな事故ですね。で、あの飛行機は回転しながら落ちていきました。確実で死に向かっている、多くの人々は恐怖の中にいたと思いますね。それなのにですね、その中の一人の乗客はですね、この回転しながら飛行機が落ちていくときにですね、家族宛てに、ね、自分の手帳に手紙を書いたんですよ。そうしてこう書き込みました。ママ、こんなことになるとは残念だ。さようなら。子供たちのことをよろしく頼む。今6時半だ。飛行機は回りながら急速に降下中だ。本当に今までは幸せな人生だったと感謝しているというのを走り書きで書いた。これはすごいことだなと思いますね。もう自分が死に向かっている。で、その時に何としてもその家族に一言自分の気持ちを書いておきたい。そして感謝をしておきたいと思った。なかなか思い浮かばないですね。自分の命のことだけでもう精一杯でパニックだと思う時にこれを書けるというのは驚くべきことだというふうに思いますね。しかも
一体この手帳がですね発見されるかどうかも分からなかったんです。それでもこの人はですね懸命にこの文章を書きました。日野原重明さんという人はこの文章に触れていました。突然の三役の事態に直面してなおも家族への優しさと幸せな人生だったという最大の感謝を示していた人のあったことに私は震える驚きを感じました。このわずかな言葉を書き残したことは家族にどれほど大きな慰めだっただろうというふうに言われていますが、僕はこの人はねわずかな時間死に至るまで本当にわずかな時間、そして手元にあったのは、ね、本当に小さな手帳で、それをこれだけのものとして生かし得た。家族はこの手紙を置いてその後どれぐらい慰められながら今も慰められながら生きておられるだろうかというふうに思いますね。まあ本当に人生にはこのチャンスというもの、機会というものが私たちの周りにあるんだな、そういう機会を私たちはどうやって生かせばいいのかということが皆さん日々問われています。何でも言いましたようにしばしばそういう大きな優れた機会はですねごく身近なところにあります。その結果僕たちはそれを軽んじてしまうことが多いんだと思いますね。そしてその小さな皆さんに与えられた機会を、ね、どう使うかをイエス様はいつもご覧になっていると思います。でも皆さんですね、皆さんがに与えられた機会を生かすには何か大きなことを考えなくてもいいと思いますね。小さな機会がいくらもあります。ですからヒルティという人は言いました。人のために大いに役立つ機会はそんなにあるものじゃないと言いました。そういう機会はあんまりありません。しかし誰かにささやかな喜びを与えることならいつでもできる。たとえそれが親愛の情を込めて挨拶するといったことに過ぎないとしてもと言っています。ですから皆さん今日朝起きたら最初会った人ににこやかに挨拶しようと思うだけでもこれ素晴らしい機会を用いていることになります。ですからですね喜びの表情をして、ね、おはようというだけですね、そういうことだけで隣の人に何か非常な喜びを与えることができますよね。ですから教会に来てお互いに挨拶の時がありますよね。微笑みかけてくださるだけでですね、それは素晴らしい方式なんだというふうに思います。それだけでですね、どれだけ周りの人の心を明るくしていくか分かりません。そうですから皆さんにですね、人の役に立つ機会っていうのは本当に身近に今日今手元にあります。その自分の持っているものを使ってぜひ誰かをですね喜びにですね導いてあげていただけたらと思います。ですからウィリアム・ペンは祈りました。私はこの障害を一度しか通らないものと思っています。何か私にできる行為あるいは親切があるならばそれを今私にさせてください。私はこの道を二度と通らないでしょうからと祈りましたけれども、皆さんもぜひ一回きりの人生、素晴らしいチャンスがですね皆さんに今日も与えられています。ぜひともそれをですね用いていただきたいというふうに思いますね。まあ僕もまたそういう機会を使わせていただきたいと思います。こうして皆さんとですね、Zoom でね、この学び一緒に語り合うことができることも、これはかけがえのない機会だなと思いますね。僕は今回はもう北海道行けないなと思って半ば諦めておりましたけれど、まあ、梶川先生から Zoom でオンラインで授業をやっていただけませんでしたかと言われたときはとても嬉しくなりました。こうして皆さんとですねお会いでき、そしてまた共に学ぶときを与えられたことをとても感謝しています。じゃあ一言お祈りをします。天の父なる神様、今日はこうしてまた学生の皆さんと
本当に、Zoom という特殊な機会を通して、皆さんの顔を見ながら語ることができて心から感謝をいたします。直接顔と顔と合わせて語るのとは少し不備な点があるかもしれませんけれども、あなたはこの時を用いて、そしてこの学生の皆さんの心に少しでも何か届くような言葉が語られるようにと祈っております。どうかしばらくのまだこの続きます学びの時をこれからも祝してくださいますように、イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、11時25分までですから今少し時間がありますよね。それでじゃあ、質問にお答えしたいと思いますね。じゃあ少し、なんて言いましょうか。深呼吸してください。自由にリラックスしてください。はい。いいですね。はい、じゃあね、いくつもあってまだ答えてないのがたくさんありますので、一つずつ選んで答えようと思いますね。まあ、授業の質問ではありません。牧会についての質問ですとあります。名前を言っちゃいけないでしょ。言わない方がいいね。はい。で、その方の質問ですが、50年間場所を変えずに牧会されてきた理由は何かありますかという質問ですけど、確かに、ね、よくもまあ50年続いたら、で50年と言わないと思う、死ぬまでここにいるんじゃないかと思いますけれども、さて、それに対して、なぜですかと問われるなら、行くところはなかったからです。ですからここにいたってことになりますけどね。でも妻と僕もですね、思いますけれども、もうすでに、50年間、ここにいるときにしばしば思い起こすのはですね、イスラエルの人々は40年間旅をしましたよね、アラノで。で、その時にですね、モーセは言いました。あなたの神主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。こういうふうに言われていますよね。で、これまさに僕の人生です。本当に最初、初めはね、嫌だ嫌だと、思いながらここにいました。できれば早くどっかへ行きたいと思いながらここにいたのにもかかわらず、なんと気がついたら50年もここにいるんですけれども、振り返ると50年間は素晴らしいのは神が僕と共にいてくださったことです。その結果ですね、何一つ欠けるものがなかった。これはもう本当に実感です。ですから皆さんね、これからどんな人生があるかわからないけれども、神が共におられるなら欠けるものは何もないですよですね。つくづくそう思います。それとこの40年間彼らが旅をしているときにどうでしたか。ね、いつも雲の柱に導かれたですよね。で、それが動くと彼らは旅立った、止まるとそこにじっとそこにいた。まあ、僕の雲の柱はずっとここに止まってるんだと思います。ですから、ずっとここにいるんだというふうに思いますよね。でも、40年の歳月を通して、イスラエルの人々が学んだことは、これまた僕の学びであったということができると思いますね。で、実際、彼らは40年マナで養われたですよ。天からのマナで神様が養ってくださった。もう僕もつくづくそう思いますね。それともう一つは雲の柱に導かれた。同じように40年50年、僕も神様がやっぱり導いてくださった。だから神はね、養う神であると同時に導く神です。だから皆さんを養い、必ず導いてくださると思います。どうしてそうなのか分かりますか？この40年の学びの目的は何であったかということも神様はちゃんと語って、それはあなた方が人はパンだけで生きるのではなくて、
神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということを学ぶためであったとあります。我々の生涯はそうですよ。ああ、お金じゃないんだな、言葉が自分の人生を決めるんだなということをね、必ず教えてくださるというふうに思います。僕はですね、ここの伝道をですね、この継続させていただいて何十年か経って、まあアメリカの教会を訪ねて、この教会を始めた宣教師夫妻を訪ねましたね。そして、言いましたように、ご主人はパーキンソン病との戦いの中にありましたから、何度もお見舞いに行きました。そしてある時、私が訪ねた時に、彼らがこのいつも毎週行っている教会の牧師が訪ねてきました。それで僕はその牧師さんに、自分の紹介をしたわけですね。で、私はこのお二人の方が、この宣教師夫妻が日本で、今から、ね、40年ほど前、34、5年前だったでしょうかね、34、5年前に、あの時ですね、何年か前ですから、前に始めた教会をその後ずっと引き継いで牧会しているものですと紹介したんですね。で、その僕の紹介を聞いた時に、奥さんのペギーさんの目からドーッと涙が溢れました。そして彼女は言いました。私は本当に平次と幸子っていうんですけど、僕は。で、彼らの忠実さにどれぐらい感謝しているか分かりませんと、涙をいっぱいね、流していってくれた。その涙を忘れることはできない。その涙を見た時に、ああ、ここに残ってよかったな、と思いました。言い換えれば、忠実っていうことはこんなに人々の心を慰めるのかと思ったんです。どうぞ皆さんですね、これから皆さんの人生がどういうふうに導かれるか分かりません。時には神様はずっと同じところに置かれるかもしれません。で、僕も最初はそれは嫌だなと思っていたけれども、でもそのことがどんなにか人々の心を慰め、励ましていることを思うなら、主がなさることは本当に素晴らしいというふうに思っています。ですから、なぜですね、50年間、ずっとどこにも行かないで、そこにいたのは何か理由があるんですかというふうに聞かれるならば、今言ったようなことが一つの理由だと言っていいかもしれませんね。よろしいですか？それが以上答えです。はい、じゃあだいたい時間が来ましたので、これで授業終わりたいと思いますが、また他にも質問があったらば、またメールでお知らせください。じゃあ終わりたいと思います。